LDH ジャパン YouTube チャンネルをご覧の皆さん、EXILE 哲也です。今全世界で大変な時ですけども、みんなで協力し合って、それぞれの役割をしっかりと果たして、この事態を早く収束させるべく、みんなで一緒に頑張っていきましょう。今回このチャンネルで紹介させていただくのは、僕の過去の作品になるんですけど、EXILE University というドキュメンタリー映画になります。この映画はですね、僕が大学で客員教授としてダンス講義をさせてもらったんですけども、その時に僕がダンス教育との向き合い方だったりとか、いろんなチャレンジをしているところを赤裸々に切り取ってもらったドキュメンタリーになっております。今年はですね、 EXPG 高等学院という高校がですね、 LDH で開校になるんですけども、その夢にこうつながるような経験だったなと今考えると感じています。今全国で、休校になってる学校だったりとか、もう学校に行きたくても行けない学生さんたち、そして授業を始めたくても始められない先生方、すごく不安だったりとか苦悩、困ってらっしゃる方たくさんいると思います。そんな方々に、僕ができることなんて微力かもしれませんけども、これを見て、少しでも笑顔になってもらったりとか、少しでも何かの役に、立っていただけたら嬉しいなと思っております。ぜひですね、最後まで見てもらったら嬉しいです。それでは EXILE University ご覧ください。どうぞ。先生、いい先生ってきっといると思うんですけど、どんな先生がいい先生なのかって、僕にもまだ分かってなくて、だけどその先生、いい先生にどこまでエグザイル哲也がなれるのかっていうのはすごく挑戦なので。お前と一緒？そうですね。あ、自分で言ったらなんだけど緊張するね。机を取ったんですよね。椅子だけにして半円にしてっていうのをちょっとリクエストさせてもらったんですけど、なるべく近い距離感を最初から保とうって自分で言っときながら入ってったら超緊張しましたね。だけど逆に、緊張はしましたけど、すごいいい形になったなっていうのは、思いましたので。多分ですけど EXILE をあんまりこう知らない人が多いと思う。10分前になります。マジで。みんな本当に真剣に勉強しに来てるので、それに対してどう真剣に向き合うかっていうのをこう考えながら、昨日の夜からまたずっとシミュレーションしながら、寝る前とかもしながら来たんですけど。はい、じゃあ皆さんおはようございます。ちょっとなんか今日は電車から遅延ですか？
最強戦かなんか知恵ということで教えられる人がいると思うんですが、現代表現論ですね。皆さんあの4月からスタートしてますけども、最初説明しましたように現代表現論、座学でですね、いろんなメディアのことを担当するのは私市木浩司です。それから体を使ったパフォーマンスというのでですね、EXILE 哲也さんがですね、カリキュラムを担当してくれます。で全7回なんですけれども、今日が第1回目です。1回目の授業はですね、座学でですね、どんなことを学んでいるかというのを哲也先生のこれはお話をいただいてですね、じゃあ哲也先生の登場です。はい、よろしくお願いします。おはようございます。ありがとうございます。大丈夫です。はい、緊張しますね。EXILE 哲也です。皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいなと思います。僕が担当するのは7講義ですよね。はい、7講義なんですけど、まあ、その中で、まあ、僕が伝えられること、皆さんの何か夢のお手伝い、夢を叶えるお手伝いができることがあればいいなと思ってますし、それを、まあ、僕なりに考えて一生懸命やっていきたいなと思いますので、7講義よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕はですね、はい、19歳にダンスを始めて、まあ、僕横須賀っていうところ出身なんですけど、横須賀の人いますか？いないですね。はい、この学校にいるっていうことは何かを表現したくて、で何か自分に夢があってこういうことがしたいとか、そういうものを多分持ってると思うし、あのプロフィール書いてもらった時に夢を見させてもらったりとかすると、ああ声優さんになりたいんだとか、何か企画をしたいんだとか、なんかそういうふうなことをいろいろ書いてくださってたんで、うん、なんかやっぱりみんなには夢があるんだなっていうことがすごく分かりました。今から色紙配ってあの夢を書いてもらうんですけど、うん、自分の本当の心の声を書いてください。でなかったら白紙でもいいし、なしって書いても全然いいです。それはそれで、で名前と日付を書いて、そうですね。多くなりすぎちゃった。ちょっと、マグニア。ブックは順位だ。まあ、自分の夢をここで発表するっていうことも、まあ、一つの表現だったりするのかなっていうのも、思いますし、その自分が一番心の芯に持ってる、一番ここに持ってるやりたいこと、欲求、何もないんだったら何もないでもいいんですけど、なんかそういうことを常に人に発信することによって夢に向かって第一歩を踏めるのかなって、思います。僕もそうだね、 EXILE になって、まあ、いろんなことをやりたいって思い始めたんだけど、やっぱりね、一人じゃできないんですよ。どうあがいても何があっても一人じゃやっぱりできなくて、だからもう隣にいる人でもいいし、自分の親でもいいし、どれだけいろんな人に協力してもらえるかによって、自分の夢がどれぐらいの規模で叶うかっていうのが、すごく明確になるんじゃないのかなって、いつも思ってます。まあ、言葉を持たない表現なので、あのすごく伝えるのが難しいんですよ、ダンスって。あの言葉でね、好きって言ってもさ、言ったらすぐ伝わると思うんだけど、じゃあダンスで好きってどうやってどうやってやろうみたいな、それを音に合わせてとか、そういう風にあの一番とは言わないけど、すごく難しい表現だなって思うので、それを一回体験してもらって、あの感じてもらえればいいかなと、思っております。ライジングサンですね。皆さんに踊ってもらうのはライジングサンです。みんなで最後まで、楽しく勉強できて、実のあるものにしたいなと思うので、
しくお願いします。今日は本当にありがとうございました。すごい、やっぱ、ね、やっぱり緊張したし、だけど真剣に、とにかく真剣にやってれば楽しめるっていうこともなんか知ってるので、そうだから真剣にやって、途中からはなんかすごく楽しくなりましたね。一生懸命気持ちを込めて身を削ってやりたいって思うのが、なんかそういうリアル感っていうのが EXILE だと思うので、なので最後までやりきりたいなと思います。フォーカウント何でもいいんで踊ってください。そしたら高校の人、それを真似してください。いきますよ。はい、はい、考えない、考えない。もうやるしかない。やってみよう。フォーカウント。5、6、7、8、1、2、3、4。何がしたいのか、要は伝えます。伝える、まず要は自分、例えばだよ、でやった時に真似できる、できないでしょ。これね、自分よがりです。これは自分のカッコつけでしかありません。これはもうね、ナンパする時に使ってください。だけど、今やりたいのは真似してもらいたいんです。要はもう彼女にこの、やもうね、真似してほしいっていうこの思いを伝えて、例えば1、2、3、4ターンして床ついて足がターン、2、3、4だいたい伝わった、9割伝わった、ありがとうございます。っていうことを今やってほしい。受け取る側もこれあれなんですよ。思い、その人に対してこう誠意を払って、もう絶対覚えてやるって気持ちでやる、まずね。その受け渡しをダンスでしてほしい。今やったのは、たった一人です。たった一人に伝えるダンスっていうのが、できないと、やっぱりじゃあ100人ここ全員に伝わらない。この一人に僕は腕を伸ばしたんですっていうのを言葉なくやる。僕は足を蹴ったんです、伸ばしたんです、しゃがんだんです、開いたんですってやらないと、まあ伝わらないっていうことが聞いたら、やっぱり思いがポジティブならポジティブなほど、その思いっていうのは第三者に届く、その届いたものがポジティブじゃないと、やっぱりなんか見てて、うん、とか、なんかハッピーにならないなっていう感じですよね。僕はダンスを伝える人なんで、ダンスをとにかくポジティブに訴えかけたいなと思ってるので、一人に伝えるっていうことの難しさっていうのを、感じると、よりじゃあ私が出した文章を10万人の人に見て共感してほしい。だってすごい難しいと思うんですよ。一人、本当にそういう難しさって、きっと痛感する時が来ると思うので、そんなことを感じたら、今日の出来事を思い出してもらったらいいかな。あの時踊りで伝えられたから、言葉とか文章だったらもっと話しようみたいな、だからそういう気持ちになってくれたらいいなと思います。それでは次はダンスちょっとやっていくんですけど、シーズセーフ、エイト、ワン、ツー、スリー、ケル、後ろ、ダン、タン、ダン、ダン、最初のステップやらなくていいです。
識は早いな。難しいのは分かるんですけど、多分みんな、なんだろう、みんなだったらできると思うって今言おうとしたんだけど、これすごい先生っぽいね、言葉が。なんか、そうだね。なんかすごくテンションがいいので、すごい僕も楽しんでこの授業をやれてます。なんかここに来るのがすごく楽しみで、明日何やろうかなとか、どこまで行けるかなとか、昨日寝る前とかに結構考えてたんだけど、すごくこのステップまでいけるとちょっと思ってなかったから、すごく満足してます。ちょっとね、僕の都合なんですけど、1ヶ月ぐらいかな、6月4日そう、6月4日まで、このレッスンないんですよ。その間に、そう、今のとこまではちょっと音で踊れるようにしといていただきたい。次のレッスンはちょっと僕に発表する気持ちでやってもらえたらいいなと。でも1ヶ月あるから期間が、で教材と今日やったことを思い出しながら、1ヶ月後に、僕に発表していただけたらいいなと思っております。せっかくやるならやりきって気持ちよく終わるっていうのがなんかやっぱりいいと思うので、もうどうにかしてそこまでこぎつけようとしますんで、あとは皆さんの予習復習にかかってくると思うんですよ、本当に。だからこの1ヶ月でここまでできるっていうのももちろんなんだけど、この先もじゃあ私これできるようになりましたでもいいんですよ、最後これだけでも。じゃあこのレッスンはもうほぼやらないでパッとやったらできちゃいますとか、そういう感じに、なれたらすごく嬉しいなと、助かるなと思うので、まあ、頑張っていきましょう。はい、次1ヶ月先生来ないですか。なんかそれまでにバッチリ復習して哲也さんにわーみたいな感じで驚かせるように、驚かせるくらいの勢いで頑張りたいと。なんかちょっと感動させられるぐらい練習してきて頑張りたい、発表したい。難しかったです。ただ雰囲気も楽しんでる、じゃあみんなで楽しむ雰囲気とか、哲也先生もみんな楽しませてくれたりして、すごい楽しく授業できました。思ったよりも近い人だなって思いました。自分たちに合わせてくれるような感じの、本当に先生に向いてる感じの雰囲気です。でユーモアもあって授業的にも飽きずに聞いていける形なので。スタート。どうも、はじめまして、坂井浩介です。私の夢は、正義の魔法使いになることです。言葉っていうのは、人を不幸にも幸せにもできる便利なものですから、それを魔法という概念にして、それを楽しいことに使っていける人間になりたいと思っています。よろしくお願いします。以上です。本当、僕の予定で申し訳なかったんですけど、1ヶ月空きました。1ヶ月後に、発表してくださいっていうのを言っといたんで、僕、踊らないんで、ぜひ見してください。お願いします。できましたか？できた方。あ、本当。
でも練習度は見えた人もいます。じゃあ今度計画で。じゃあ2年目行きましょうか。まさかこんなにできないもんなんだというのは確かに思いましたね。でもその上手い下手っていうのはあんまり気にしてなくて、ただやってこようとする姿勢があるかないかの問題を見、まあ1ヶ月後に見れるのかなと思ったら、まあちょっともうちょっとできるかなって本当に思ったんですよね。でもそれって、まあ、生徒さんの問題でもあるんだけど、僕がもっと追い込んであげた方が良かったのかなってもう思ったし、今日は、まあ、ちょっと途中ちょっとだけ厳しく聞こえるような言葉もなんか言ってしまったなと思ったし、うん、正直、予想はしてましたが、もうちょっとできるかなと思ってました。謝らないでください。怒る気もありません。そうだね、もうちょっとできてくれるかなってちょっと期待してたんですけど、1ヶ月あったんで、まあでもいきなりやらせたから心の準備のないまま人前に立たされるってどう思いました？探し問題。そうなんです。いきなり僕らもステージには立てないんですよ。もうすごい入念な準備運動をして練習して、リハーサルを重ねてようやくステージに立って人前で踊れる。だから今いきなりさ、はい踊ってってここに立たされても、なかなかやっぱりそこで人を感動させられるかって言ったらそうでもないし、だから無理な注文をしたのは今分かってはいるんですけど、でもみんなが例えば1ヶ月間ものすごい準備をして、この日のために今日 ここで僕に僕のダンスここまで超やってきたから見てくださいって思って臨んで準備してきたら多分結果は違ったかもしれない。だけど今できなかったですとか後悔しましたって思ってくれたならそれで僕はいいと思います。とにかく何がしたいかって言ったら、最後の授業で人前で踊りたいんです。そこに必ず標準は絶対に合わせてください。じゃないとやっぱり僕がここでやってる意味もないので、今は全然いいです。みんなの力を見たかったっていうのもあるし、きっとこうなるんだろうっていうのも分かるだけど、最後の授業までに合わせて、そこまでに自分の最大限の努力はそこで発揮できるように、今から準備してほしいと思います。今回はでも仕方ないなと思ったんですけど、本当次回ですよね。この次にどこまでいけるかっていうのは多分すごい大事なんだと思うし、あとは
そのそこで次に例えばバコンってこう成長した姿を見せてもらった時に、今度僕が何をしたらそれをまた倍ぐらいに跳ね上げられるかっていうのをすごく考えたりもしますね。でも次にガクンって下がってしまった時に、今度僕の仕事は何なのかなっていうのも、まあ両側面考えとかないと、いけないんだろうなって思いましたね。本当ライブな感じがしてやりがあって楽しいです、はい、そう先月僕はニューヨークに行かせていただいてまして、でニューヨーク行った後ラスベガスも行ってきて、で、まあ、撮影だったりとか、向こうニューヨークに EXPG ってうちの学校があるので、まあ、そこで子どもたちが頑張ってるからそこにレッスンしに行ったり、まあ、あと自分もレッスン受けに行ったりとか、いろんな刺激をいっぱいもらいました。でブロードウェイ見に行ったりとか、オフブロードウェイ見に行ったり、なんかこう自分にこういろんな刺激をくれるものをこう求めて、もうとにかくいろんなとこ行ってきたんですけど、すごい刺激的なパワーを持ってる街だなっていうのをすごく感じてきて、でもちろんブロードウェイとかああいうところに立ってる人の素晴らしさっていうか、まあ、スキルの高さもそうですし、街に描いてある絵のかっこよさだったりとか、ダンサーがなぜダンスを踊ってるのかとか、でその人は自分のダンスをどうしたいのかとか、なんかそういうことも話せたりとか、あとは路上でパフォーマンスしてる人を見てるだけでもなんかすごく素敵だなと思ったりとか、なんかすごくいろんな方法で表現を、自分の持ってる表現を挑戦してる姿っていうのがいっぱい見れて、なんかやっぱり強い国だなっていうのをすごく思いました。いろんなものを見ることってすごく大事だなって改めて感じることができたので、自分はやっぱりダンサーだしパフォーマーだし表現者なので、そういうのをいっぱい自分の中にインプットして、それをダンスでアウトプットしていくっていう作業っていうのはすごく大事だなと思って、僕がその海外で体験したことっていうのをちょっと今日話したかったなと。みんなももし行く機会があったらそういうものを求めていった方がいい。あと2回レッスンして最後3回目、まあ、悔いのないようにやりたいなと思うので、しっかりついてきてください。はい、ナイス。じゃあ今日は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、先生っていうよりこう変な言い方じゃないんですけど、町の兄貴みたいな感覚で接してもらいたいっていう願望もあるし、あとやっぱり自分がやってきたことのプライドもあるんで、舐められたくないっていう気持ちももちろんありますし、だからこそあの子たちと真剣に向き合うことが精一杯自分のできることなんだって、なんか、毎回思いますね本当。なのでだからその緊張感を保ちながらこう寄りすぎず離れすぎずの一番いい距離感でこう授業進めるっていうのがいいんだろうなと思ってますね。今から、ちょっと一回、僕一人で戻ってちょっと気合いで踊りますので、ぜひ行ってください。Bye.
できる一生懸命は出しました。本当に気持ちを込めれば込めるほど体力も使うし、この次の曲に今度ね、ニホラズム来たらやべえって感じになるのも分かってるし、だけど今この1曲に全部を詰めて踊ったつもりです。どうか、なんか辛いことがあったら、なんか今日のことを思い出してくれたら、俺の方が多分辛い。まあまあ、でも今のなんかイメージを頭に残しといて、そういうつもりで踊ってくれればいいなと思って踊らせてもらいました。なので今から D メロ、これ一人つらかったからみんなでやっていいですか。去年はどっちかっていうと最初からすごく良くて、途中に中だるみがすごいあったんですよ、1回だけ。なんかそこをどうにかしなきゃっていう一心で、それで去年はそこで僕一人で本気で踊ったことがあったんですよね。そしたらみんなが変わってくれたっていうのがあったんですけど、今年もそういう時があったら踊んなきゃなーなんて思ってたんですけど、今年はどっちかというと今日のみんなのノリに乗せられたというか、その気持ちに乗せられて、なんか踊りたいなってすごい思ったんですよね。どうにかしなきゃとかじゃなくて、今ここでみんなの前で僕が本気で踊る意味が必ずあるなっていうのを、あの時なんか瞬間的に思って、絶対疲れるのは分かってたんですけど、いきなり踊るんでなんですけど、すごい、踊っちゃいましたね。なんかその後のみんなの目の輝きだったりとか、なんかみんなが僕にかけてくれる言葉だったり、ああいうものを感じるとなんかすごい感動しちゃって、なんかもっともっとこの子たちに伝えられることないのかなっていうのはすごく思うようになったんで、すごい僕も勉強してますね。照明も素明かりで、それもあの曲ボーカルなし一人で全力であの距離で踊るって結構もう晒し者じゃないですけど、辛いダンスじゃダンスなんですけど、なんか今日はすごく、気持ちよく踊れたなっていう、自分の今まで生きてた中のダンス人生の中のダンスの中でも結構ベストダンス上位に入るような感覚で踊れたダンスだったなって今日すごい思いました。はい。で、今からみんなにやってもらいたいことがあります。オーディションを決めないと。なので今からみんなで誰がどこで踊るかを決めてもらいます。ってことは、とりあえずユンユンユンって下に入れてっていうのはなくなるのか、一このフォーメーションを皆さんに決めてもらうときに、
彼が、いや俺はこうだと思う、その主張は俺すごく大事なことだと思います。だからそれを突き通す勇気っていうのもすごく大事だし、あとみんなを納得させる力っていうのも大事だと思って、でみんな一人の意見で全員が納得させるような説得力があれば、みんな誰も文句ないくこう決まると思うんですね。できっと今そこに立ってる位置、皆さんそれぞれ、場所は違います。だけどやることは一つ変わらないんですよ。EXILE も19人います。前の人もいれば後ろで踊る人もいるし、だけどやることは変わらなくて伝えたいことは一緒で、自分が納得してそこに立ってるって俺は今思ってます。自分の意思も、EXILE を踊る時の意思も、どこで踊っても納得してそこに立ってます。納得してるっていうことはそこに責任があると思います。なので自分の役割と責任をしっかり果たすということを、してほしいなっていうのを思ったんで、みんなに決めてもらおうかなと思いました。もちろんここから見ててね、一番後ろの端の人ね、見えにくいっていうのもあります。だけどここで見てる人からすればあっち、そこの真ん中の人が遠いんですよ。とかどこから見られても多分同じなんですよね、どこで踊ってても。で、踊ってる本人的な気持ちで言えば遠いなっていうふうに思うんだけど、だったらそれ以上のパワーを持つのがいいと。後ろの方が元気なら元気なほどこのチームっていうのはすごく盛り上がります。それはね、すごく僕もグループと思ってて思う。なので、皆さん今立ってる位置にプライドを持って責任を持って自分の役割っていうのをしっかり果たしていただきたいなと思います。よろしいでしょうか？はい、はい、よろしくお願いします。そしたら、そうですね、今日はなんかいろんなことが起きたというか、なんかまあ、予想できてることもたくさんあったし、予想できなかったこともありましたけど、でも、なんかいい方向に向かっている途中で一つ、なんだろう、まあ、意見の食い違いというか、あれだけ人数がいればそれも必ず出るなっていうのも分かっていたので、今日ちょっとチャレンジだったんですよね、僕の中でも。フォーメーションを自分たちで決めさせるっていうのチャレンジをさせてみて本当に良かったなと思ってます。はい、でもなんか面白いですよね。まあもちろんそうやってなんて言うんだろう、すごく自分の意見も通したい人もいれば、こうもうちょっとこう丸く収めたい人もいるし、いやもうこれでいいでしょうって言ってる人もいれば、でも結局みんな全員が良かったのは、自分がどうしたいからとか、なんか自分がここで踊りたいからとか、そういうなんか自分だけの欲じゃなくて、全体の見栄えが良くなるためにはこうした方がいいっていう意見をしっかり持ってたので、なんかこのチームグループのことを考えて言ってる意見だったんで、すごくなんか感動しちゃいましたね。それじゃあ一回なんとなくちょっと分かんなくて、今からライジングさんの、振りの中で自分が好きな18をどこでもいいです、ここに来て踊ってください。一人一回じゃあ音かけてください。
今の感覚で、例えば、なんだっけ、振りが出てこなかった人、多分お客さんの前に行くとそうなります、きっと。だけど、ここでパッと出てきた人は、多分冷静にできるのかもしれない、今は。だけど、そうね、自分がその全責任を、この自分のフォーメーションのこの位置を自分の全責任を持って踊るってことが多分大事だと思うので、ちょっとこういうのを突発的にやってみたんだけど、伝え方はみんなで頑張っていこうみたいな感じなのか、ちょっと厳しくした方がいいのか、悩んでたんですよ直前まで。だけどこう生徒の感じをこう一回感じてからそれは決めようと思って今日の授業を臨ませていただいて、で最初に1回目に踊った時に、あ、これちょっとカツ入れなきゃダメかもなって思って、どのタイミングでどういう風にっていうのも考えながらやってたんですけど、でもなんかすごい思いつきでやったあのサークルで一人ずつ踊らせるっていうあの感じがなんか最後のあの動詞のあのダンスにつながったのかなと思ってて、うん、なんか、うん、今日はなんか結構用意したというよりかはもうその場の感覚で全部決めて動いてみた授業をしてみました。今日でとりあえず授業は全部終わりました。あとは来週発表するんだけど、一個だけね、多分今踊りとか必死になってるからなんだけど、心から笑顔で踊れるような感じにまで持っていけたらいいかな。なんかカップも作り笑いでやれっていうのも俺もなんか嫌なんで、自分が本当に心から、あ、楽しいな、楽しかったなこの時間って思えるようなダンスが最後にできるように、なっていただけたら嬉しいなと思います。今日はちょっと早めに終わるので残りの時間練習に使ってください。はい、はいはい、やっぱり人前で踊るとかやったことない子たちなので想像もできないと思うし、どんな準備をしてとかどんな心持ちで朝家を出てとか、なんか僕なんかはライブ行く前とかってそういうのをしっかりとやってライブのステージに臨めるんですけど、全然やったこともないのでしょうがないと思うし、だから今は多分まだそんなに実感が湧いてないのかもしれないなと思いましたけど、でも最後のその空気を感じると、あ、ちょっとだけそのステージが、なんか薄く見えてきたかなっていうのをあのみんなの目から感じたので、ちょっと今日の最後は良かったなと思いましたね。自分の立ち位置確認したいんで、なんとなく本命さんだと思っていいですか？センターの本命さん。全体的に2本ぐらい前の方がいいですか？上、まあ、大丈夫ですか？じゃあここまで来てくれれば結構大丈夫です。なので今いる位置を覚えてください。はい、はい、そしたら、そのまままた広がって元の位置に戻ります。せーの、一回音でやる時間なんてありますか？ありますか？音でやっておきますか？
しみです。結構友達とか見に来るんで頑張りたいと思います。いやー、緊張の方が強いんじゃないですかね。あ、まあ多分本番入れば踊り始めたら多分楽しむと思います。哲也さんは一緒に踊るんでしたっけ？巻き込むつもりではいます。あ、どうやって、はい、どうやって？いや、もうみんなで盛り上げていくしかないと思います。はい、もう踊りたくしたくみたいな感じでいこうかなと思ってます。ここにいるとあんま緊張しないんですけど、さっき飲み物買いに行った時、あっちの会場ちょっとチラって見てたんですけど、あそこだったらちょっと緊張しそうだな。かげれはちょっとイメトレとか、まあ、一番前の列ちゃんとやんないと示しつかない。踊ってくれたら嬉しいですけどね。最後踊らせたいな。自分たちの熱で動かしたいですね。やっぱり楽しみたいので、楽しむなら自分だけじゃなくて踊ってるみんなもそうですし、哲也先生もそうですし、見てくれてる人たちにもそうですし、もう全体的にも楽しくなってほしいんです。だからもうそういう風になれるように僕も怠けず一生懸命やりたいと思います。出てくるかもしれないですね。そうなるようにしてみたいです。はい、本日のダンス発表をさせてもらうのは表現学科1年生現代表現論という選択科目を履修している37名の学生です。魔法使いになれるように。はい。魔法使って笑顔にしちゃいな。はい、ダンスって魔法を借ります。間違いない。はい、バータリーですか。でもやっぱり練習したなっていうのはすごくよく分かったんで、まああと本番パワーをどこまで出せるか、もう本当浮き足立ってんのが目に見えるでもすごい気持ち分かるんで、まあ、その緊張も全てひっくるめて楽しんでもらえたらいいなと。
思い出にしてもらえたらいいなってなんか思いますね。やっぱりすごい、まあ、なかなかこういう機会も作れないと思うので頑張ってほしいです。テツヤさんも一緒に踊られるんですか？そうですね、の気が乗っちゃったらなんかそういうみんな言ってましたね、降りてって思わせるはい。集まっていただいてありがとうございました。全然緊張してないですね、なんか楽しい、本当に本当そんなことないってこと、まあ、吐きそう、嘘、多分出たら緊張すると思う、終わったら楽しかった、そうね、そうね、ちょっと寂しさもあり、そうだね、最後の最後そんな生徒さんたちに登場をしていただきたいと思います。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。哲也さん、市木さんの教えの皆さんです。どうぞ。あ、来た、真っ赤な T シャツ着て、はい、この T シャツはですね、大学のホールにおりまして、そしてですね、LDH さんのご協力をいただいて、トメティ・フォーカラーズです、記念の T シャツを全員作りました。今年もライジングさんの、振り付けをさせていただきました。先生たち本当に頑張りました。途中、大丈夫かなと思うこともたくさんありましたけれども、最後はやっぱりみんな、すごくいいレベルまで持ってきてくれて、皆さんの前で、堂々と踊ることができる今日、すごく僕は嬉しく思っています。今から一生懸命、踊ってくれると思うので、皆さんよかったら見てください。よろしくお願いします。それでは、僕たち行こうかな。準備は大丈夫ですか？はい。それでは、音楽お願いします。Rising sun, you are the Lord.
直に感動しましたね、うん、すごいいい時間を過ごしてきたなっていうのは走馬灯のようにこういろいろ思い出すことがあって、でもなんか一つ一つがいい思い出になんかこう消えていったようなすごく、うん、瞬間のダンスでしたね、はい。生徒さんたちは別にダンサーになりたいわけでもないですし、音楽を作りたいわけでもないですし、僕が初めに始めたことはダンスを好きになってもらうことだったり、音楽を好きになってもらうことっていうところから始めたつもりであったので、なんかそういうみんながこうやってなんかいろんなことを感じながら踊ってる姿にすごく僕も感動しちゃいましたね。今日まで教えて、これ来て、すごい感動したので、まあ、一生の思い出になるように僕も一緒に踊りたいなと。おっ、おー、今、はい、スペシャルな思い出の贈り物ですね。おー、じゃあ踊っていいですか。はい、すごい、すぐ行ける、若いから行けるよね、すぐね。うわー、すごい、こんなことないですからね。じゃあなんか目合わせる余裕があったりとか、なんかそういうことも感じれたので、なるべく本気でも踊るんだけど、周りも見ながら踊れたので、僕もすごく楽しい時間でしたね。ああいうダンスってでも特別ですよね。すごくこう、ただ今踊るダンスとああいう積み重ねてきたものを発表するああいうダンスっていうのは全く異質のもので、すごいみんなの気持ちが一つになった瞬間をこうダンスで共有できるっていうのは、もう僕のこうエグザイル人生の中ではすごい最高のひとときなので、なんか逆にこんな贅沢な時間過ごさせてもらっちゃって本当すいませんみたいな、それぐらい幸せでした。なんかこう、まあ僕の話を初めは面白半分で聞いてたと思うんですよ。で途中で聞かなくなった人もいたし、だけど最後は全員が僕の話に真剣に耳を傾けてくれたような気がしていて、なんかそれも今までの出来事全部がそうさせたのかなっても思いますし、まあそれは僕一人の力でもないですし、いろんな人の協力とか支えもあって、そういう最後の授業を迎えられたっていうのは、なんか贅沢っすねなんか僕のやってることってすごく贅沢だなって思いました。
ね、本当になんかすごいね、楽しかったな、見てて楽しかったし、まあ、本当魔法かけられたような笑顔に。で、まあいろんなことも思い出せたし、フォーメーション決めるときに、なかなか決まんなかったなとか、ちょっと中だるみしてきたから、やっぱここ本気で踊んなきゃダメだろうなとか、なんか自分の中でのいろいろ葛藤も思い出したし、なんかみんなの気持ちも、なんか嬉しい気持ちもすごく思い出したので、すごいいい思い出になったなと思います。もうみんな心の声というか、みんなの心の中の気持ちを自分に問いただしてほしいんだけど、今日こうやって踊れて、自分はもうやりきったからこのパフォーマンスなんですって自信を持って言える人と、あ、もうちょっとできたかもしれない、もっと練習しとけばよかったんじゃないかとか、なんかいろんなことを思ってる人がきっといると思うんですよ。でもそんなのも全部ひっくるめて多分自分だと思うから、そのなんかそういう自分も好きになって理解できるようになって、もし足んないとこがあるんだったら、そういう自分のお尻をパシッと叩いて一回頑張らせてあげるっていう自分ももう一人必要なんじゃないかなとか、なんかそういうことを感じて生きていただけたら、本当に叶わない夢はマジでないと思うんですよ。絶対に思ってたら叶うんですよ。なので、それだけは僕が保証するので、もし叶わなかったら多分自分の努力が足りないのか、何かが間違ってるのか、まあその理由は分かんないですけど、でも僕は叶わない夢はないと思ってるので、みんなの力で、自分の力で、その夢を叶えていって、その先に見える景色を、みんな見てほしいなと思います。そしていつか、まあすごく近い夢を持ってる人が多いので、いつか僕が仕事してる現場とかで会えたら、その時はもう本当に気軽に声かけていただいて、あの時の生徒ですって言ってくれたら、なんかすごく僕は夢がもう一つ叶った気分になるので、ぜひその時を楽しみにしています。本当に前期だけの、すごく短い講義だったんですけど、また会える時も楽しみにしているので、皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いい先生って決めるのは生徒なので、生徒とかそのね、学生の皆さんが今回そう感じててくれれば、僕はそうなったと思うし、自分では多分満足することはなかなか難しいと思うんですよ。これってすごい、やっぱり、ああもうちょっとあの子にああいうこと言っとけばよかったとか、あの授業の時にああしとけばよかったとか、そういうことはもう多分無限にあるものだと思うので、なんかいつかそういうことすらも全部ひっくるめて、なんか自分の中でいい授業ができたなって言えるような日が来るように、これからもちょっと機会があればチャレンジしていきたいなと思います。はい、最後のプレゼントしていいですか。みんなの1講義目にもらった懐かしい、
やっぱりそれをやりきるっていうのは、うん、モチベーションがすごい必要だなとやっぱ思うんですよ。はい、この一番のモチベーションは何ですか。EXILE かな。